東洋水産、まるちゃん、赤の激麺ワンタン麺、揚げ麺に液体粉末スープがついており、ワンタン4個は最初から入っています。麺はいつもの激麺同様、やや細めで気泡感があり、はっきり言えば軟弱なタイプです。スープはごまのややザラついた舌触りに心地よい辛さが絡みます。意外とふくよかでしっかりした味です。この味にワンタンは似合っています。普通の激麺は痩せてとんがった味が特徴なので、これとは方向性が逆を向いている気がします。